キチャンネル。ちょっ、さあ金曜日です。総チェックということで、もう8月に入ってきまして、この夏休み9月、優勝に向けて、そして A クラス争いに向けて勝負の夏がやってきました。ここで一気に引き離すか引き離されないか、詰めていくのかというところでね、大事な、基本6連戦ね、中心の試合に、なっていきますけども、さあということでお送りしましょう、佐々木智也総チェック。はい、まずはパリーグから、日本ハム対オリックス3対3の引き分けというところで、オールスター明け両チームともなかなか波が乗れない中、日本ハムは1勝1敗1分けで、そしてオリックスは3連敗してね、次2カード目にね、なりましたけども、オリックス先発エスピノーザ6回107球5安打6三振3四球1失点と、まあ、丁寧にね、投げ切って低めの変化球も含めて、しっかりしたピッチング、6回1失点はグッピッチだったんじゃないでしょうか。日本ハム先発金村7回3分の196球5安打4三振無四球3失点、ちょっと不運なことがあってね、まあ、日本ハムとしてもこう波に乗り切れないこういうついたことがあるのかなっていうね、ところで、まずは2回表オリックス先制というところで、先頭森がライトスタンドへホームランでしたっけども、まあ、ビデオ判定でもね変わらず、いや何回も佐々木も見ましたけども、奥のビジョンの選手紹介かなんかの白くなってるところ、ビジョンのあれで上部が見えなくて、折り際はね見えた。だから審判の判定で言うと、多分皆さんから見てここがポールだったらボールはここに落ちてんだよね、ファールにね。でも審判のこう落ちたっていう多分判定なんだろうね。でもあそこの位置でそう落ちるかな。でもそのね、結局は判定がホームランということはビデオ判定リクエストになって、その判定を覆すようなところがなかったらいけないっていうところで、最上部ね、ボールがどこを越えたのかが映像で、見えなきゃいけなかったところ、それが見えなかったっていうところで、落ちたのはファールだけどもポールは巻いてますよっていう判断だったんでしょうね。でもあのね、ライトポールの横にあるね、放送席ね、あそこの人がよく見えるんじゃないのかなっていうところで、まああの角度でこうなるかっていうところはあるけども、その審判はそのルールにのっとって、その判定したのと明確に違う映像がなければ、その審判のね、一番最初のファーストダッチを優先っていうところに、まあ、落ち着いたんだろうね。それを覆す根拠が、落ちたのがファールでも上で巻いてますっていうのが審判の判断でも、その映像では上でポールを巻いてますのところが見えなかった、だから落ち際はファール、総合的に見たらファールっぽいけども、その上が見えなかったっていうところなんだろうね。ついてないね。しかし日本ハムは4回裏ね、先頭9名ライト前ヒット、グッジフォアボール、レイエス石井連続三振するけども、2アウト1塁から松本ね、センター前になってタイムリーヒットで同点。しかしオリックスは6回表、先頭北が2ベース、そして、中川が送りバンドを失敗、森セカンドゴロね、これでもこのチャンス点取らないとっていうところで、タミヤ、西川の打席でパスボール、バッて。イージーで取れます。ね。それで勝ち越し。しかし、日本ハムは7回裏。先頭松本レフト前ヒット、万波フォアボール、そして代打マルチネスが、ライトスタンドでツーランホームラン。しかしここでピッチャー井口から変わった小田島ね、初球キャッチャー高め外してんのに低め落ちたってホームランバーッと。そういうのが一番きついよね、狙いじゃないからね。しかし逆転するもオリックスはね、8回表先頭野口がツーベース、そして大里送りバンドを決めて代打西野を三振するけども、長川が、ライトへねオーバー、同点タイムリーツーベースで同点とね。でこっからね、日本ハムは8回裏からね、先頭清宮ね、ファーストゴロ頓宮、エラー、そして郡司が送りバント、得点圏チャンス来るけどもレイエスライトフライ、そして、石井が三振で、9回も、先頭松本レフト前ヒット、万波三振、磯畑センターフライね。でここで、上川田の打席で、松本をね牽制に引っかかってアウトね。で10回裏もワンアウトから伏見清宮連続ヒット、そして郡司のサードゴロ、宗がファンブル、でワンアウト満塁サヨナラのチャンスでレイエスが6-2-3ホームゲッツーのダブルプレーね。で11回も先頭石井がセンター前ヒット、そして松本が送りバントを決めて、野村勇気フォアボール、でワンアウト1塁から代打浅間三振の奈良間三振でサヨナラならず。で12回裏もね、ワンアウトから、清宮、フォアボール、郡司フォアボール、ワンアウト1塁サヨナラチャンス来るけどもレイエスセンターフライ、そして石井センターフライでゲームセットの引き分け
逆に、オリックスはね、9回表、ツーアウトから若月ツーベースですけども、野口が三振。で、10回三者凡退。11回先頭森フォアボールで出るけども、西川レフトフライ、頓宮ダブルプレー。で、12回ツーアウトから野口がヒットに出るけども、代打杉本三振っていったところで、まあ、日本ハムはね、もう8回裏から圧倒的なね、相手のミスも伴ってね、チャンスチャンスチャンスで作ったけども、1本出ずっていうところでね、なかなか痛い。ね。しかも日本ハムは1回裏、ね。ワンアウトから清宮フォアボール。そして、郡司のね、打席でエスピノーザが、ファーストへ牽制悪送球。そして、続いてね、ワンアウト二塁から郡司を三塁線のゴロ。サードね、胸取ったけど、ライン際からね、ファースト大遠投になって、ファースト内野安打。しかもその送球を見て、セカンドランナーの、清宮がサードに進塁。グッ。あれ良かったね。あの走塁はね、しっかりいた。だからあそこもね、やっぱり胸も投げない勇気やな、もうあそこまで仕方ないって言ってね。そしたらワンアウト一塁になるけども、でもここでワンアウト一塁になって、4番レイエスの打席ね、ファーストライナー、ファーストゴンディが飛び出してダブルプレー。まあでも、あれは戻れないね、正直ね。だからそういったところ、ちょっとずつのところ、ね、点が取れてたらっていうね、ところもあるけども、まあ取りきれずね。まあオリックスも3つのエラーもあったからね、まあその中でね、結構しかもね、アグレッシブにいくけど、松本もね、牽制でアウト2回あるからね、そういったところもね、バッとね、やっぱりそのつつなく、その勢いだけじゃ勝てないからね、そういったところは、まあちゃんとやっていかなきゃいけないんじゃないのかなっていうところで、まあオリックスはね、ランナー出すけども、なんとかね、ペルドモ、吉田、マチャド、山田、本田とね、なんとか粘りのピッチングで、引き分けに、まあやっと持ち込んだかなっていうね、逆に日本はね、勝負どころで一本がなく、まあ、ちょっと不運もあったけどもね、初戦は引き分けでした。日本ハム対オリックス、9対2で日本ハムの勝利というところで、日本ハム先発山崎幸也、6回89球5安打3三振無四球1点ピッチ。前回オールスターではボコボコにやられたというところで若干心配感ありましたけども、非常にね、いいピッチングだったと思います。で、オリックス先発斉藤京介、4回3分の1、91球9安打2三振1球6失点というところで、まあ、オリックスとしてはもう完敗だね。もう日本ハムはやることなすことすべてうまくいくっていうところで連打連打ね。初回から、浅間郡司が連続ヒット。清宮がライトフライでアウトになるけども、マルティネスがライトへ先制タイムリーツーベースで2点先制。で、オリックスはね、3回表にツーアウト3塁からね、大里がタイムリーで1点返して、まあ、ここでね、クッと行きたいね、ところだったけどもね、だからこの4回表の胸のスリーベースから栗林がパーンって打っとけばね、っていうところはあるけども、今のオリックスの状況だとなかなか厳しい。2対1から4回裏ね、オリックスの攻撃。あ、日本ハムの攻撃ね。で、マルチネスセスト前ヒット。で、松本が送りバント決めて。まあ、こういったところね、新庄監督も固くね、しっかり行くからね、点取りにね。で、その後石井がフォアボール。で、ワンアウト1塁から野村がレフトへタイムリーツーベース。そしてワンアウト2、3塁から伏見がね、ライトへタイムリーヒットっていうところで、一気に3点、5対1。で、5回裏にはね、先頭軍事がツーベース。で、清宮がレフトへタイムリーツーベースっていうところで、6点目。まあ、なおもね、ノーアウト2塁チャンス来るけども、その後問題。まあ、ここでパパーンって持っていきたかったけど、まあ、もう贅沢は言えない。ね。で、6回裏、ワンアウトから、伏見のセカンドゴロ、西野がエラー。だからもうこういったところもね、もうどんどんリズムもタイミングが全部悪くなるよね。で、9番7番がツーベース。で、ワンアウト2、3塁から浅間の打席でね、見事にツーランスクイズ。グーッ！ね。まあ、これもね、いろんなものがね、ガッチライトなんだけど、まずはこの浅間のね、スクイズね、このね、三塁側にしたのがね、素晴らしいね。まあ、三塁側にすることによって、三塁手はね、後ろ走ってくるセカンドランナーが全く見えないと。ね。で、そこをね、セカンドランナー7番もね、躊躇することなく思いっきり三塁を回って、ホームへ生還。もう、こんなものの見事にね、ツーランスクイズ、いや、もう、まあ、昔見たことあるんだろうけど、もうほんと記憶にないね。もうほんと素晴らしい。ね。で、7回にもね、ワンアウト2、3塁からレイエスのね、内野ゴロの間に1点を入れて9対1。で、8回表にね、野口のホームランで1点返すけども、まあ9対2。もう完勝だね、日本ハムとしてはね。で、その後ね、7回から、生ため、そして山本、斉藤とね、山本がね、まあ今のね、野口のホームランを打たれるけども、まあ9点は大きいよね。まあ完勝って言ったところだね。で、1日の試合、日本ハム対オリックス、7対6、日本ハムサヨナラ勝ちということで、このカード2勝1分けで勝ち越しとなりましたけども、この試合、なんと、オリックス、森、セデーニョ、北、3本のホームラン、そして日本ハム、清宮、石、マルティネス、そしてサヨナラホームランの郡司で4本のホームラン、両チーム7本のホームランで、乱打戦っていうね、
ところになりましたけども、日本はね先発バーヘイゲン3回55球9安打2三振無四球5失点、オリックス先発高島3回49球5安打2三振 1デッドボール4失点というねところで、日本はね初回2アウトから清宮がねライトスタンドへホームランで先制で、2回にはね先頭石井がライトスタンドへホームランで2点目、そして2アウトからね七間がライト前ヒットを打って2アウト1塁からここでね七間がディレードスチールっていうところ でキャッチャーの石川ねセカンド投げたらなんと二遊間どちらもセカンドベースに入ってなくてボールは点々とセンターへ、そしてファーストランナー奈良間は三塁へ、そして浅間がライトへタイムリーツーベースを打って3点目、これで中島監督の怒りを買って紅林次の回に代打を送られる、もう油断だからね完璧に、だからねもうちょっと集中なんかもうちゃんとしよう、もう西武と一緒です。ちゃんと野球しよう。打つ打たないはある。でもね、ちゃんとしよう。ディレードスチールで入ってないなんてもう持ってるほかだからね。ほんと、キャッチャーしてたらね、もうかなりイラッとする、入ってないのは。ね。だから中島監督の気持ちはわかる。ね。でもここでね、3対0になるけども、3回の表ね、ワンアウトから、オリックスの攻撃、大里スリーベース、そして北がタイムリーヒット、中川センター前ヒット、でワンアウト一三塁から森がね、右中間へ逆転のスリーランホームランで4対3、でその後もセデーニョが2者連続ホームランで、5対3っていうところでね、一気に逆転。ね。で、この回でね、紅林から代打西川でね、ピッチ交代させられる。ね、しかし日本ハムこの3回裏ね、先頭清宮がツーベース、ネマルチネスがライトフライの間にタッチアップでワンアウト三塁で、ここで松本が犠牲フライで、このここ大きかったね、この1点返すのがね、そして5回の裏にはねワンアウトから郡司がフォアボール、そしてツーアウト一塁からマルチネスがライトスタンドでツーランホームラン、これでまた再逆転ね、で6対5、しかし7回表にね、北のライトスタンドでホームランで6対6で追いついて、これどうなるんやって言ったところで、9回裏にね、ワンアウトからね、郡司の、左中間、まあ、センターバックスクリーン横ね、サヨナラホームランで、7対6、サヨナラゲーム、日本、グゲーム、グチックパテ、ね。でもこれもオリックスよ、9回表、ね、先頭、大里がね、田中誠からセンター前ヒット、で、ここで来た送りバント失敗、バーッと、こういうところよ、ちゃんとしよう、ね。しかしワンアウト一塁からね、ここで、木田がね盗塁して、で中川がセンター前ヒットで、ワンアウト一三塁になって、森がフォアボールで、ここでワンアウトまで、ここで犠牲フライでもっとけばっていうところで、セリエノが三振、高めのボール球振ってね、で宗も高めのストレートレフトフライで1点も取れず、で最後は郡司のホームランね。オリックスちゃんとしよう、まあ、怪我人もいっぱいいるからね、仕方ないんだけども、できることある、もっと勝てる時もあった、でも自分たちの責任ちゃんと野球しよう、日本素晴らしい、これで一気に2位に上がっていくのはね、もう欲しい時に全部点取れるね、ピッチャー打たれても点取れるね、このバランス素晴らしいっていう中ではね、非常にこのカードね、日本ハムはいい形だったんじゃないでしょうか。2勝1分けで日本ハムの勝ち越しでした。続いてロッテ対西武、7対6、ロッテのサヨナラ勝ちということで、ロッテ西武戦12勝0敗の12連勝、貯金西武に対して12、かなり大きいね。でもこの試合のタイトルはこちらです。壮絶なミス合戦。はい。西武先発隅田、7回104球、7安打7三振、無四球3失点というところでね、しかしその中で、自責点が2、ね。で、ロッテ先発大島、7回110球、11安打、6三振、無四球1つのデッドボール、4失点の自責点2と、両投手ともにね、エラーにね、泣かされたっていう中で、初回、ロッテの攻撃、先頭岡のサードゴロ、サード山村悪送球、ね、で、藤岡、ライトへタイムリーヒット、ノーアウト2塁から、で、ノーアウト2塁からポランコがライトスタンドへツーランホームランで一気に3点先制。もうこれこのまま行くかなっていうところで、2回の表、西武の攻撃、先頭騎士デッドボール、で、ガルシアピッチャーゴロ、で、ワンアウト2塁になって野村がレフトへタイムリーツーベース、で、隅田に三振、で、ツーアウト2塁から、源田の、セカンドゴロ、1、2塁間の打球ね、藤岡が取ってファーストへ、ドヒッカゲして悪送球で1点。で、ツーアウト2塁になって奥村のファーストゴロ、これ同点タイムリーヒットだけども、外の股間を抜けていく、もしくは脇を抜けていく、もうほぼ実質エラー。ね。で、3対3、同点っていうね。
形で、もうお互いミスで点をもらってミスで上げるっていうね、最悪な中で。しかしまあね、3回以降は、まあお互いね、なんとかね、両先発頑張って、で、西武は4回表ね、先頭ガルシア内野安打、野村センター前ヒット、ノーアウト一三塁チャンス作って、隅田に三振、で、源田ピッチャーゴロの間に三塁ランナーガルシア挟まれてアウト。そして2アウト一塁から奥村のね、ライト前ヒット、セカンドランナー野村大臣ホームでアウトっていうところで、まあなかなかね、この得点、ここで1点でも取ってたらっていうところはね、あるけどもね、まあライト藤原ね、グッソキューね。っていうところで、守備でもね、まあいいプレーもね、結構あったのよ。ね。でも、やっぱりこうね、悪いプレーの方が、やっぱ失点に絡んでいくので、結構悪目立ちするっていうね、ところもあるけども、3対3で迎えた7回表、ね、西武の攻撃、先頭隅田にレフト前ヒット。で、源田が送りバンドを決めて、ワンアウト二塁から、奥村三振するけども、ツーアウト二塁から昼間がね、左中間を抜けるタイムリースリーベースで1点勝ち越し。そして8回表にも、先頭殿崎がレフト前ヒット。岸が送りバンドを決めて、ワンアウト二塁からガルシアのね、タイムリーツーベースで、追加点の5対3。このまま行くのかなと思ったら8回裏、ね、ワンアウトから外がホームランで5対4。で、佐藤アウト。で、ツーアウトになってから、中村がフォアボール。結局このポー高橋、中村のフォアボール痛かったよね。で、高部がツーベース。で、ツーアウト二三塁から、代打角中がフォアボール。で、ツーアウト満塁になってから、藤原京太、ね。セカンドゴロ、ボテボテ。ね、面白いタイミングだったけども、ちゃんと投げとけばアウトを、セカンドの殿崎ね、前進してからの、ジャンピングスロー、思いっきりドヒッカケして、2点タイムリーエラーで逆転を許す。バッと。ね。で、このまま終わるのかなと見せかけたら、9回の表、ね、ピッチャー横山、増田がやられてるっていうところもあってね、横山がマウンド。先頭源田がセンター前ヒット。で、杉江が送りバンドを決めて、広間三振。で、ツーアウト二塁から山浦がね、粘り強くスライダーを思いっきり引っ張って一二塁間ね、ライトへ同点タイムリーヒット。でもここファースト外、めっちゃ緩い打球だったのよ。取れなくても止めなきゃあれ。多分ね、グラブの下かね、脇の下抜けてるよ。感覚的には。あれはね、止めなきゃいけない。アウトにできなくても。でもここでね、同点になって、おいおいおい、これどうなっていくんだろうなっていうところで、9回裏、ピッチャーね、アブレイユ。ね。ワンアウトから、外がレフト前ヒット。で、ワンアウト一塁から、ダイソー和田。ね。で、ここできっちり、盗塁成功。そしてファーストが空いたんで、申告敬遠。で、ワンアウト一、二塁から中村のショートゴロを、源田のナイス判断で三遊間寄りだったんでね。そのまま三塁投げて、ツーアウト一、二塁。そしてここで高部がフォアボール。結局フォアボールから。で、ツーアウト満塁。ここだね、ここ。これ、ツーアウト満塁の小川のケース。これで、日刊スポーツ、評論はね、阪神対巨人戦だったんで、それが終わったからね、まあ、ロッツ戦見てたんだけども、これもうここで言ったのよ、俺は。これワンチャンセーフティーあるよ。小川だから、つって。いや、あるのつって。いや、ツーアウト満塁でもワンチャンある、つって。で、まあ、いろんな記事見ててもね、その、渡辺久信監督もね、代行も、ベンチからもね、セーフティーあるぞっていうところをね、言ってたって言うんだけども、まあ、ベンチからだとどこまで聞こえるか分かんないよね。だから、俺も映像見たけど、やってたかもしんないし、やってなかったかもしんない。でもやってなかったんちゃうかって俺は思うんだけど、いろんなところ、もう座ってたりしたからね。あの時、キャッチャーね、やらなきゃいけないことがある。小川が来た時に、サード、セーフティーあるよ、ファーストドラッグあるよ、セーフティーやってくるからね、気をつけてって言って、これはね、内野手に確認するとともに、バッターの小川自身に、俺らはお前のセーフティーバンドを、警戒してやるの知ってっからなって言って位置表示しなきゃいけないの。だから打席入った時、入ってくる前とかダメなのに見てないから、入ってくる時もバッターボックスのもう目の前に来た時にわざとホームベースの前行って、サードセーフティーあるよ、ファーストもドラッグあるよ、気をつけてねってね、これ言わなきゃいけないけど俺言ってないように見えんだよね。まあ、言ってたらごめんなさいね。ちょっとテレビだね、映像じゃちょっと見切れなかったんで、もし言ってたらごめんなさい。でもそこまでもね、こう見えるようにやったのかっていうところが俺はやってないんじゃないのかなっていうところで、このやっぱ誰でもできることをちゃんとやんなきゃいけないのよ、そういうね。で結局セーフティーね。でもこれやった瞬間にこうやってきたと思ったけど、いやーチャレンジうまかったけどなと思って、あれ多分ファースト山村がちゃんとってファースト投げてたタイミング完全アウトよ。でもポロンとしてセーフ。そう焦ったんだろうね。だからそういうの焦ったのを見てると準備しきれてなかったんちゃうかっていう、全員がね、セーフティーバンドっていうのは奇襲だからね、相手が油断してる、もしくは警戒してない、だからワンチャンいけるんちゃうかね、警戒が甘いっていうところでバッターはやろうとするから、そういった面でもね、もちろん岡川が打席に入ったら出てくるかもしれないけどもね、
小川だって送りバントの時のセーフティーはね、まあワンチャンアウトになってもいいけども、絶対セーフにならなきゃいけないセーフティーは、隙がなかったら簡単できないからね。やった瞬間多分ね、本人、ああ、ちょっと失敗したと思ったと思うよ。でも結局エラーでね、まあ結果的には内野安打だからね、エラーついてないけども、だから結局ね、なんでロッテに12連敗なんや、なんで勝たれへんねや、って言うけども、それ勝たれへんよ。そんな野球してたら。勝てないには理由があるよ。野村監督言ってた。負けに不思議の負けはなしって言ってた、ね、それは負けるよ。じゃあやることやってないんだもん。負けるべくして、ね、しかもロッテだってお互いミス合戦でミスもしてくれてんのにそれ以上のミスを上塗りしていくっていうところでね、なんで勝てないんや、ね、勝てないには理由がありますね。ちゃんと野球をしようっていうね、しかもそういう指示、ね、技術でない指示確認、ね、相手に対する声のプレッシャーね、知ってますよって意思表示っていうことがね、大事になってくるんじゃないのかなっていうところがね、まあ、かなり気になった試合展開でしたね。まあ、ロッテとしてはね、首位、ソフトバンクを追いかける、そしてね、2位以降が詰まってきた中でね、この初回ね、相手にミスとはいえね、しっかり勝ち切ったのは大きな勝利だったと思います。ロッテ対西武、31日の試合、6対2でロッテの勝利というところで、ロッテ先発メルセデス、7回99球、5安打3三振、1四球2失点というところで、グッペッチ。ね、まっすぐ、143、2、3ぐらいしか出てなかったけども、ガンで言うとね。でも結構、ピュッて来てる感じで、見た目はね、スピードガンより速く感じたっていうところでは、いいピッチングだったんじゃないでしょうか。西武先発、アヤもね、前回完封というところで、4回73球、8安打1三振、1四球4失点と、まあ一発にね、やられたかなっていうところで、ロッテはね、1回裏に先制。ツーアウトからポランコがね、インコース若干甘くなったところを左中間にツーランホームラン。で、外がアウトコースの変化球を引っ張り込んでレフトにホームランと、2者連続ホームランで2点先制。で、この試合のね、一番のポイントは、今の現状、西武は勝ちを重視してるのか、育成を重要視してるのかっていうのが、ちょっとわかんないんだよね。だからどっちかによって評価は変わるんだけども、この2回表ね、先頭トノサキがショートに悩んだ。ここでショートトモスギがファーストへ引っ掛けて悪送球。若干こういうのあるよね、ともすぎはね。で、ノーアウト二塁になって、こう、岸が浅いライトフライでアウト、ガルシアがセンターフライ、野村が三振というところで1点取りたかったんだけども、これもし勝利に徹するんであれば、ここで岸は絶対進塁打を打たなきゃいけないんだよね。ここで1点取ってたら、正直まだどうなるかね、わかんないところだったけども、ここ無得点になったところで、3回裏、ポランコがね、今度は変化球ライトスタンドへ2本目。で、4回裏には、先頭ね、佐藤がツーベース。で、安田のショートゴロ、これね、センター抜けるかなっていうところを、源田がナイスプレーでね、アウトにしたけども、その間に佐藤は三塁へ進塁。で、ワンダウン三塁からトムスがね、インコースこの難しいところだったけどね、肘を畳んで腰の回転で、ナイスタイムリーヒット。グッバイ。本当にオールスター前までは2割切るかっていうところだったけども、オールスターからね、いい感じのバッティングがね、続いてくるかなと。で、4対0。で、ここで6回表ね、西武は2アウト1塁からその際からね、打った瞬間、そうとわかるね、センターバックスクリーン横にツーランホームランで4対2。まあ、どうなるかって言ったところで、6回裏ね、先頭、佐藤がライト前ヒット、安田ファーストゴロ、で、トモスギ送りバント、で、2アウト2塁から、藤原がセンター前ヒット、で、2アウト1、3塁から、高部のね、タイムリーヒットっていうところで1点。これ大きかったね。で、7回裏にポランコがね、ヤンから、アウトコースをね、レフトスタンドで3本目のホームランで6対2。まあ、完勝って言ったところだね。まあ、セーブは5安打。まあ、あの2点が精一杯かなと。でも、ポランコに対してはね、1打席目インコースを引っ張られて、2本目は変化球を引っ張られて、で、本目はアウトコースっていうね、レフト。全部打たれたんだよね。だからこうなると後手後手になったなっていうところはあるけどもね。まあ、ロッテとしたら完勝。西武は13連敗、同一カード開幕からっていうね。ところでは、新記録タイっていうね、不明な記録になってしまいましたね。そして1日の試合、ロッテ対西武4対1でロッテの勝利。このカード、ロッテは3連勝。そして同一カード開幕から14連勝で、これは新記録。セーブとしたらワーストのね、新記録になってしまったかなっていうところはありますけども、この日、ロッテ先発佐々木朗希、約2ヶ月ぶりっていうところで、5回72球、3安打3三振、1四球1デッドボール1失点っていうところで、まあ、立ち上がりからこの日はね、解説してたけども、球速は出てたんだよね。58とか57とかね。でも、なんか、スピード感がなかったかなっていうところで、で、まあ5回ね、まあ、試合後、吉井監督が球数で今日は決まってたっていうから、ひょっとしたら80球だったかもわかんないよね。そういったところでは、まあ5回ね、最後のイニングっていうところで若干力感出して、マックス160
60キロ。そして初回の158、9キロと、5回の159キロ。まあ一緒ぐらい、スピードは一緒だったけども、全然スピード感全く違ったんだよね。だからまあ、今の状態、2ヶ月ぶりの今の状態って言ったら、まあこういうところで、まあもっとここから仕上げていけばね、もっとどんどん良くなるのかなと。だからまあ、万全の佐々木朗希って考えると、まあまだまだなところもあるのかなと。まあその中で5回失点はね、十分なピッチングだったと思います。その後ね、坂本、岩下、鈴木、増田とね、しっかりリリーフが踏ん張って、ノーヒットピッチングね、リリーバーはね、非常にね、グピッチ、素晴らしかったと思います。西武先発与座ね、5回3分の1、95球、3安打3三振、3四球、4失点というところで、でも良かったと思うけどね、与座もね、ストレートの力感もあったし、だから強いて言ったらやっぱカーブ、緩急ちょっと全く使えてなかったかなっていうところでもったいなかったんで、まあいい球は投げれてたんでね、もうちょっと緩急をうまく使ってやっていけば、もうちょっといいピッチングするんじゃないのかなと。まあその中でロッテはね、4回裏、先頭藤岡がね、与座から、この試合ね、初ヒットのレフト前ヒット。で、ポランコ、ソットがアウトになるけども、角中がね、スライダー狙ってたっていうところで、インコーススライダー引っ張り込んで、先制のツーランホームラン。しかし、西武はね、5回表、先頭、トノセがデッドボール。で、ガルシアの打席で盗塁成功。もう、ここはもう完全に盗んでね、無警戒すぎるっていうね。で、ガルシア三振するけども、野村もアウト。で、ツーアウト二塁から鈴木翔平がね、センターのタイムリーヒットで1点返して2対1。ここどうなるかっていうところで、この5回裏、藤原のライトのホームラン。これが大きかったね。しかも6回裏ね、先頭藤岡がね、フォアボール。で、ポランコの打席で、ポランコもフォアボール。で、外がね、ファーストゴロでアウトになるけども、ワンアウト2、3塁。ここで代打石川の打席で、ピッチャーヤンに交代。あ、角中の打席で、ピッチャーヤンに交代。そこで代打がね、石川が出てきて、そこ初球ね、ピックオフプレイ、キャッチャーからサードへね。で、三塁ランナー、小川がタッチアウト。っていうところで、次、グップレイ。で、サードね、山村もナイスタッチ。ね、リクエストになってアウトだったけども、小川バーッと。まあでもこれをね、初球やるっていうところがね、素晴らしかったね。だからひょっとしたらこの、ピッチャー交代のところでマウンドでね、全員で打ち合わせして初球やろうっていうところでやった可能性もあるけども、初球ね、どうなるかわからないところで、三塁ランナー大和がね、第2リードが大きくなるっていうのはもう調査済みでしっかりデータとして入ってて、それを初球やって完璧なスローイングを告げがしてアウト。非常に素晴らしかったけども、その後ね、石川がね、スライダーを引っ張り込んで左中間へタイムリーツーベース。石川。しかもこれね、角中が前の打席ホームラン打ってんのにここで左が出てきたから石川出すっていうところで、また石川打つ。これはね、チーム全体がガーって士気上がるしね、盛り上がってくるよね。そういった意味ではこの石川のヒットも大きかったし、逆に西武はね、せっかくいい形でランナーアウトにしたけども、ここで打たれちゃダメなんだよね。まあこれでもうほぼ試合決まったかなっていうね。まあでもこの試合はね、初回ね、ツーアウトから、西武はね、広間がツーベース、そして山本のライト前ヒット、ライトの藤原が、本塁へナイススロー。ね。で、そこでね、セカンドランナー広間をタッチアウト。あとね、藤原がね、ライトライナー、取った時もね、非常に良かったなって。あれ何回だったかな？あ、これか。5回のね、ワンアウト二塁から野村のね、ライトフライ。これね、ライナー気味だったけどもね、藤原の出だしが良くてね、非常にいいプレー。まあ、この日の本当に MVP は藤原かなと。守備でもね、相手の失点、ここも両方とも取れてなかったら 2失点してるからね。そこをしっかりね、抑えてホームランも大事なところでってね、素晴らしい。で、まあ、佐々木朗希もね、いいピッチング、次いつ投げるかっていうところなんでね、そこら辺はしっかりしとめていきたい。西武は全体的にちょっと立て直しが必要かなと。ロッテは3連勝。グッゲームでした。楽天対ソフトバンク、1対10でソフトバンクの勝利というところで、ソフトバンク先発モイネロ、7回95球、1安打5三振、1四球、1失点っていうところで、7回3分の2まで、ノーヒットノーランっていうね、もう、完勝でございます。ね、そして、楽天、先発早川。まあ、ここでね、早川持ってきて、初戦ね、勝っときたかったところ、6回3分の1、117球、10安打8三振、2四球、6失点っていうところで、まあ、初回ね、いきなりソフトバンクの攻撃、ワンアウトからシュートフォアボール、そして栗原がレフト前ヒット、で、ワンアウト1、3塁から、山川がレフトスタンドでスリーランホームラン、ね。そして、7回にも、先頭今宮ライト前ヒット、シュート送りバンド決めて、栗原がライトスタンドへホームランで5対1、ね。で、7回に、浅村のタイムリーで1点返すけれども、8回、ワンアウトから、牧原センター前、今宮ツーベース。で、ワンアウト2、3塁から、周東がセンターへタイムリーヒット。栗原三振するけれども、ツーアウト1塁から、山川が本日2本目の、ツーランホームランを打ち込んで、山川オールスター系4試合で4ホールームラン。頑張って。ね。で、10対1、17安打。完勝でございます。楽天は2安打1得点。まあもう、打つすべなし。乾杯でございます。ね。まあ、モイネロも投げて打つべき、こ
これで山川上がってきたら怖いね。だってもう3番栗原5打数2安打2打点1本塁打で、4番山川4打数3安打5打点2本塁打で、近藤山川がね全部返すから打点はつかないけど5打数3安打っていうね。で1番今宮4打数2安打ね。でしかも9番牧原が5打、何気に地味に5打数4安打で下位から上位に回してるっていうね。ところでクリーンアップが全回収っていうね。強い、強すぎる、マジック点灯4中に、もう本当に8月中に優勝決まりそうな展開です。楽天対ソフトバンク、31日の試合3対2でソフトバンクと勝利というところで、ソフトバンク先発コジャね、6回69球2安打2三振1球1デッドボール2失点カペッチね。非常にまあね、このショータームでコンパクトに来るけども、結構スピード感あったね。あの球速よりもスピード感感じて、キレも良かったし、非常にいいストレート投げてて、だから低めの変化球も効くっていうところでは非常にいいピッチングね。でソフトバンク先発大津、7回100球6安打5三振無四球3失点大津もピッチング。まあ両チームね、楽天が6安打ソフトバンク2安打っていうところで、まあ1イニングの中でのね勝負になったけども、まあ2回裏ね、楽天は先頭浅村がねライトスタンドでホームラン、やっぱめっちゃ伸びたね、ナイスホームラン。でその後もね、鈴木大地がライト前ヒット、フランコセンターフライでアウトになるけども、村林がライト前ヒットで、黒川がファーストゴールでアウトになるけども、ツーアウト一三塁から太田がねライトにタイムリースリーベースっていうところで、ここねライトね、あの正木取れたよ普通に、まあ、記録上スリーベースだけど普通にミット入ったかと思ったよ。まあ何が起きたのかわからないけども、それ取れずね、スリーベースにして、まあ3対0。だからここ1失点で、これ2アウトだからね、こう1失点で抑えれたっていうところが、まあ記録には残らないけど、このミスでの負けが痛かったよね、大津としてもね。これはね、ちょっと自責点になるのはね、どうなのやっていうところだったけどね。でソフトバンクが4回表ね、今宮センター前シュートデッドボールで、栗原センターフライでアウトになるけども、ワンアウト一塁で山川ライトフライで、ツーアウトになるけども、ツーアウト一三塁から今度はね、レフトにタイムリーツーベースを打って2点で1点差で、ツーアウトランナー二塁残るけども、マセがねサードゴロで追加点取れず。でもこの試合ね、あのソフトバンクがヒット打ったのこの回だけだからね、まあそういった意味では小田のねナイスピッチングっていうところと、まあその後ね、7回から継いだ藤井平ね、で鈴木空則本、完璧なリリーフ、グリリーフね、藤井平2三振ね、鈴木空2三振則本1三振とね、非常にもう完璧なねリリーフをしたっていうところではね、逃げ切り勝ち。逆にソフトバンクはね、あの正木のエラーさえ、まあエラーじゃないんだけどね、もう俺からしたらエラーみたいなもんだけどね、あれもったいなかったよね。そういったところではね、まあ、楽天がしっかりリリーフでねピッチャー陣が踏ん張ってこの1点差を勝ち切ったのはね大きな勝利だったと思います。続いて1日の試合、楽天対ソフトバンク0対7でソフトバンク圧勝っていうところで、ソフトバンク先発大山ね、3回3分の2 54球2安打1三振1球2失にデッドボール無失点。だからもうこれはもう初めから、ね、その後深澤が投げて、で津森、杉山、又吉、尾形というところで、だからまあひょっとしたら最初からもう大山とこのね沢柳2人でセットでダブル先発ってベンチは考えてたかもしれないね。結構スパッと変えたからね。で楽天先発藤井、6回102球8安打3三振2四球2デッドボール7失点というところで、ちょっと悪い藤井が出ちゃったかなっていうねところで、やっぱ去年までもねやっぱりこのボール先行したりフォアボールになったりっていうところで、この慎重に投げていくのがね一番悪い方向に行くなというところで、まあ、今年ね今日ソフトバンク、2四球2デッドボールだけども、まあ、前回の7月7日のソフトバンク戦も3四球1デッドボールだから、その後オリックスの時は1デッドボール1つだけ、西武の時はフォアボール1つで、その前の西武の時もフォアボール2つっていうところを考えると、やっぱこのねソフトバンクに対して非常にねちょっと警戒しすぎっていうところある。今年ね自分自身のピッチングがいいんだから、もっと大胆にね思い切ってね、7勝2敗防御率 2.99 よ、ここで負けたから2敗だっただけで、それまで7勝1敗だからね、そういったところちょっとねソフトバンク打線に慎重になりすぎっていうかね、ちょっと恐怖心抱きすぎっていうところがちょっとマイナスに振りだかな。まあその中ね、ソフトバンクは2回ね、ワンアウトから近藤フォアボール、正木アウトになるけども、ツーアウト一塁から柳口がライトへタイムリースリーベースで1点先制。ここはね、近藤よく走ったっていうところもあるし、で3回表、ね、先頭牧原ツーベース。今宮がしっかり進塁打を打って、ワンアウト三塁、シュートを三振するけども、栗原がね、タイムリーツーベースで2点目。で4回にはね、
先頭今度がデッドボール、正木柳町アウトになるけども、2アウト1塁から甲斐がね、センターにタイムリーツーベース、その後牧原もレフト前ヒット打って4対0、そして6回にはね、2アウト1塁から甲斐がね、ライトスタンドでホームラン、はい、クッてね、で、7対0とね、まあ、圧勝っていうところだったけども、まあ楽天的にはね、まあ、チャンスは作るけど1本出なかったかなっていうところでね、まあ、この初回ね、序盤の1回表ね、あ、1回裏ね、小郷が、フォアボール、そして村林送りバント失敗、ここ大山ね、よくセカンド投げてね、ナイスプレーだったけどもね、でその後辰巳463ダブルプレーとね、で、2回にも2アウトからだけども、中島のセカンドゴロを牧原が後逸で、フランコデッドボールで、2アウト1塁チャンス来るけども、小深田がセンターフライね、で、4回にもね、辰巳センター前、浅村アウトになるけども、鈴木大地デッドボール。で、中島ライト前ヒットでワンアウト満塁。ここで1点でも取れてたらね。で、フランコ三振。そして、小深田の打席でピッチャーね、沢柳に代わって、三振っていうところでね、1点取れず。ね。で、5回にもね、2アウトから村林ライト前ヒット、辰巳サードね、ボデボデ。あれをね、アウトにできないっていうところでね、内野安打。で、ツーアウト一、二塁から、ここでね、沢柳が悪送球、ワイルドピッチっていうところだったけども、あれは回手だけでいっちゃダメだよ。その後、マスクで止めてんだから、やればできるんだからね、油断なのよ。これがね、もったいない。でも、その後ね、ナイスブロッキングだったよ。マスクで止めるの難しいからね、変なとこ弾くからね。そういった意味ではね、その後のスリーランっていうところではね、よかった。だから、油断だよ。あのワイルドピッチは。止めたはず、回なら止めなきゃいけない。ね。でもそこをね、しっかり勝って、まあ、7対0ね、ソフトバンクとしては完勝っていうところでね、2勝1敗勝ち越したのは大きな勝利だったと思います。楽天的にはね、まあ、序盤1本出てればっていうところだったけど、まあ、4安打ちょっと完敗かなっていうところでしたね。続いてセリーグ、中日対ヤクルト、6対0で中日のカップ勝利というところで、中日先発高橋宏斗、7回119球、3安打9三振、2四球無失点というところで、自身最多の8勝目、防御率 0.48。ね。これで、6月28日、DeNA 戦に敗れて以来、ね、負け星なしで、7月は1、2、3、4勝です。これ、あるな。月間 MVP やな。しかも、無失点だもん。7月防御率 0.00 だもん。しかも一番ヒットを打たれたのが、広島と巨人の4安打。何気に一番ヒット打たれたの、オールスターです。本当に。ねえ。で、ヤクルト先発ヤフーレ。4回3分の1、81球、6安打3三振、2四球1デッドボール、4失点っていうところで、初回ね、中日、村松デッドボール。で、福永がね、内野安打。ねえ。しかもこれボトムズだったからね。ヤクルトとしてはアンラッキー。で、3番、高橋周平、送りバントを決めて、細川のサードゴロの間に1点を挙げる。もうここはね、まあ初回っていうところで内野後ろ下がってたからね。で、4回裏、ね、先頭ディカーソンツーベース。加藤三振するけども、8番、岡林がセンターへタイムリーヒットで2点目。で、5回、先頭福永、センター前ヒット。で、高橋アウトになるけども、細川がレフトにタイムリーツーベース。で、板山三振。で、ディカーソンが2アウト2塁で1塁空いてるから、敬遠のフォアボール。で、7番、2アウト1塁、加藤拓磨が、ライトへ、タイムリーヒット。で、ここでライトの丸山が、サードへ、後頭悪送球、バッと。で、もう1点入って、一気に3点の5対0。で、6回裏、ね、先頭村松ファーストへの内野安打の時に、オスナがファーストへ悪送球。で、ノーアウト2塁から福永がタイムリーツーベースで、6対0。一気に、ドン。ね、まあこれだけねチャンス作って相手のミスもあってね、それを得点に重ねていって、でピッチャーが高橋、もうヤクルトとしては打つ手なし、まあ最悪ワンチャンあったかなと思うのは初回ワンアウトから赤根センター前ヒット、宮本フォアボール、このワンアウト1塁のチャンスで村上三振、オスナ三振、ここでもう100ポイントで1点でも取れたらひょっとしたら流れが変わってたかもわからないけどもね。で、7回8回9回はチャンス作るけどもヤクルトは、1点も取れず、7回はね、2アウト満塁チャンスを作って代打を切るファーストゴロ。で、8回にもね、ワンアウトから長岡茜が連続ヒットでチャンス作るけども、ワンアウト1塁から宮本三振、村上がファーストゴロ。で、9回にも、ピッチャー勝野から、オスナ、レフト前、そして山田のサードゴロ、高橋周平エラー。で、西田が、ツーベースっていうところで、まあ、その間にね、中村悠平のダブルプレーがあったんでね、1点は入ってませんけども、ツーアウト2、3塁から最後チャンス作るけども、丸山が、三振っていうね、ところで、まあ、今日のためにね、
そう、水曜日のために最後パンパンって1点でも2点でも取って負けるにしてもね、勢いつけたかったっていうところもあるけども、さっぱり取りきれないところはね、ちょっと水曜日の試合も心配だけどもどうなるのか。中日としては6対0。エースが投げてしっかり打つ。完璧な勝利だったと思います。中日対ヤクルト。31日の試合1対0で中日の勝利というところで、中日先発松木喜多、6回89、4打4三振、2四球1デッドボールも失点。勝ち投手もグペッチ。ねえ。ヒーローインタビュー、よかったね。1勝1敗 2.08 ね、初勝利。ねえ。こっからね、もっと頑張ってね、おばちゃん高校ね、してもらいたいなと思いますけど、まあ投球内容で言うと、若干荒れてたよね。感じ的には。だからまあそこがヤクルト打線が、まあ荒れてて、ちょっと仕留めきれなかったのかなっていうところはあるけども、ちょっと高めの感もあったし、まあまっすぐはね、勢いよく行ってたっていうのもあるけども、若干制球はばらついてたかなっていうね、それが逆に仕留めきれなかったかなっていう感じはしてましたけどね。ヤクルト先発サイスリード、6回92球、6安打4三振、2四球1失点っていうところで、まあこちらも開幕式がまあいい時と悪い時ある時のところも、こういういい時に勝ちをね、つけてやれないっていうところがサイスリードのね、今シーズンリズムに乗れないところ、1勝5敗、防御率 4.43 っていうね。中では中日はね、3回裏、ね。先頭村松がね、ライトでツーベース復帰してからね、いい形の活躍。で、福中がね、しっかりファーストゴロね、進塁打打ってワンアウト三塁。で、ここで3番高橋周平がね、タイムリーヒットっていうところで1点先制。もうあとはこれでね、逃げ切りっていうところで、まあ、ヤクルトはそうやな、まあ、ここやな、2回表、ね。先頭村上フォアボールでオスナがレフト前ヒット。でここで竹岡がしっかり送りバント決めてワンアウト2、3塁チャンス来るけども松本三振で岩田を敬遠で満塁策でサイスニードセンターフライ。これよ、俺いつも言ってるやつ。この8回あ8番敬遠してピッチャー勝負ね、次の回先頭1番からでもいいやんっていう、これ万が一岩田で勝負して打たれてたら終わりだからね。これよ、グッ。まあ俺は当たり前やと思うけど、これ良かったよね。で3回でその先頭長岡レフト前ヒット打つけども、西川ね463ダブルプレーね。5回ね、松本岩田が連続ヒット、最初に送りバントを決めてワンアウト2、3塁。ここで長岡がねセカンドゴロで、三塁走者松本がねアウトで、西川セカンドゴロで得点できずっていうね。だからチャンスはめちゃくちゃ作ってんだけどね。7回表もね、松本がワンアウトからライト前ヒットを入れて、で、岩田が送りバントを決めて、ツーアウト2塁、サイスリードのところで代打川端って、最近打ってるっていうところだったけども、ピッチャーゴールで点取れずっていうね。チャンスは作るけど、一本ですよね。逆にもうね、まあ、でも、ドラゴンズもこの5回裏ね、先頭村松フォアボール、福永レフト前ヒット、ノーアウト1塁から高橋ダブルプレー。ここもう思い切ってバントでもよかったな。正直。もう次1点取るのね、めっちゃ大事。でもね、ドラゴンズはね、そのリリーフの強さを生かして、ね、7回清水、8回松山、9回マルチエスとね、完璧なリリーフで抑え切って1対0。これがね、ドラゴンズの勝ち方です。中日はヤクルト8月1日の試合、3対2中日のサヨナラ勝ちっていうところでね、中日先発梅津、7回110球、6安打5三振、3四球2失点。ヤクルト先発吉村、7回3分の1、116球、3安打5三振、4四球1失点。まあどちらもね、フォアボール出しながらピンチもありましたけどね、粘り強くピッチングしてきたところで、まあそのね、31日の試合のね、真逆かっていうような試合でしたけどね。ヤクルトはね、2回表に先制、山田哲人がね、レフトスタンドへホームラン。そしてね、4回は村上ライト前、オスナがフォアボールで、中村がね、送りバントを決めて、ワンアウト2、3塁から山田がね、センターへの犠牲フライで2対0。で、しっかりね、こっから、もうこれでね、勝ち切ろうって言ったところだったけどもね、中日はね、昨日のね、ヤクルトと同じように初回ね、村松フォアボール、福永レフト前ヒット、で、高橋周平送りバントを決める。そうそうそう。前日あそこも送りバントでよかったのよ。ね。まあ、勝ったからいいけどね。で、ワンアウト2、3塁で、細川フォアボール。で、ワンアウト満塁、5番ね、板山っていうところで、4、6、3、ダブルプレー。ね。4回にもね、ワンアウトから板山センター前、ディカーソンフォアボール。ワンアウト1、2、チャンス作って、加藤三振、岡林ショートフライっていうね。こちらもね、昨日、その前日のヤクルトでね、チャンス続けと1本出ない。このままヤクルトリリーバー陣にやられるのかっていうところで、8回裏。ね。ワンアウトから、村松がフォアボール。ここで吉村がなんか、指がなんか釣ったかなんかで交代で急遽マウンドに大西が。まあ、ここもね、いきなりだったからもう準備しきれなかったのかなっていうところで、ね。あ、それで村松フォアボールなんだ。そう、カリステを打ち取った後で、吉村がね、緊急降板。で、マウンドに上がった大西が、村松フォアボール。そして福永デッドボールと全く準備できてなく。で、ワンアウト1、2塁から高橋周平がセカンド内野安打で満塁。
で、ここでね、細川が三振するけども、ツーアウト満塁から板山押し出しフォアボール。で、ここでね、大西から田口に代わって代打なかったキャッチャーファールフライで、なんとか2対1。まあ、このまま勝ち切って終わるぞっていうね、ところだったけども、9回裏ね、木澤がマウンドに上がって、代打山本はね、ワンアウトを取って、で、岡林レフト前。で、カリスタがね、タイムリースリーベースヒットで同点。で、ワンアウト三塁から村松が、ピッチャーね、山本に代わったけども、センターへ犠牲フライを打って、きっちりサヨナラ勝ちっていうね。まあ、ヤクルトのリリーフ、ここで踏ん張り切らなきゃっていうね、ところだったけども、逆にね、中日はね、8回ね、橋本、9回ね、藤島がしっかり抑えたのがね、良かったね。前日はね、松山マルチネスが最後だったけど、こうやってビハインドの時でも橋本をね、藤島っていうところがしっかり抑えてね、勝ちを待つっていうね、しかもきっちり逆転する。中日はね、このカード、3連勝、1回ね、ちょっと最下位に落ちたけども、この 5位ヤクルトをね、しっかり3立て、まあヤクルトが3立てされるっていうね、ところだったけども、中日がしっかり3連勝してね、一気にいけたっていうところは、かなりのね、グッケーだったんじゃないでしょうか。続いて、広島対 DeNA、6対3で広島の勝利というところで、広島先発、玉村、9回133球、5安打8三振、無四球三振って、関東勝利、グッページ。完封間際だったけど、ミスで関東になっちゃう。でも、グッページ。ね。序盤はね、この対左バッターでも、しっかりインコースね、通信向け投げていって、で中盤以降、スライダー効いてくるっていうところで、序盤ね、まあ、桜の配球も良かったし、しっかりね、左バッターでもインコースを攻めていってっていう配球がね、後々生きたっていうところも、このね、長いイニングをしっかり投げ切れたね、一番の要因だったと思います。ね。で、DeNA 先発浜口、3回43球、8安打1三振、無四球5失点っていうところで、まあ、前回ね、完投勝利っていうところで、まあ、この試合も非常にね、大事になってくるところでしたけども、別にフォアボールもね、出してなかったし、まあ、球数もね、多くなかったっていうところで、どんどん行ったんだ、行けてんだけどね、そのどんどん行ったところをカーブ打線がね見逃さずしっかりアジャストして仕留め切ったっていうカーブ打線のね良さっていうところが出たかなっていう中で、2回裏ねカーブは先制、先頭柳がスリーベース、松山セカンドフライでアウトになるけども、ワンアウト三塁から、菊池はねレフトへタイムリーヒットっていうねところで、まあこれね、松山がねこの日7番でねスタメンで出てるっていうところで、7番ファーストかな、今打率1割9分ね、ちょっとここ最近打ててないっていうところでね、まあこの新井監督ね、やっぱずっと代打で打ててなかったメンタルもきついからね、一回まあ4打席与えてスタメンでね、出させて打者の感覚、打てるとか打てないじゃなくて、松山を2軍で落とすっていう選択肢はないからね、打てるとか打てないじゃなくて、その打者間の感覚を取り戻してもらうっていう中でね、このオールスター系のこの場でね、しっかり起用したっていうところは、そのベンチの采配も良かったし、まあ松山結果ね、1試合通して4打数ノーヒットでしたけども、まあこのね、こういう感覚を取り戻すのが次以降生きてくるからね、打てなくても、これはいい采配だったとね、思います。で、3回裏、広島の攻撃、先頭秋山ツーベース。で、野間がファーストゴロでしっかり進塁打。で、ワンアウト三塁から、中村のファーストゴロをね、サードランナー秋山が、3本間で挟まれるんだけども、ここね、いろんな問題ある。まずファーストゴロになりました。ね。で、ファーストフォードが、ホームに投げるんだよね。これは良かった。ね。この時に、動画一時ストップっていうね、ところでショートの強打が一瞬ボケーっと一瞬セカンドベースの方寄ってボケーっとするんだよね。いやいやいや、一目散にもうフォードがホームへ投げようとした時点で、もしくはファーストゴロ飛んでフォードが取った時点でよ、ワンアウト三塁だから取った時点でセカンドベースに無理に誰もいなくてもいいんだよ。最悪取った時点でホームじゃんってなったら、ランダムプレイになった時に、サードの後ろがいないから、ショートの強打は、ファーストフォードが取った瞬間、すぐサード行かなきゃいけないのよ。ここでね、1、2秒、足が止まったのと同時に、セカンドの方に1回触れて、ちょっとボケットタイムがあった。これによって遅れるんだよね、サードベースに入るのに。で、フォードがホームに投げました。で、山本取りました。宮崎との3本間の強殺プレイになりますって言ったところで、この、セカンド、ショート強打が三塁に入るのが遅れてるから、あれ早かっただよ、早かったら山本はサードへ、投げてもう一回山本が取る動作をあれはできたの、あの感覚空いたからね、むしろそうしなきゃいけなかったわけね。そうしないから次浜口をランダムプレーに参加させることになったのよね。でもこの、まあ、俺の推測上、山本がサードへ投げてすぐサード宮崎の後ろに行ったっていうのは、このショートの強打が三塁に来るのが遅かったから、これ
山本が宮崎に投げてもう一回山本取った場合、宮崎から山本に来るのがワンテンポでも早かったらサードベース誰もいなくなってセーフになっちゃうから、多分山本は本当は投げてもう一回自分が受けなきゃいけないのに、ショートがサードのベースカバー来るの遅いから自分がもうサードに行っちゃったことによって浜口がランダムプレイ参加しなきゃいけなくなった、そして、山本がすぐ対応しようとした時に京田が来て最後ね、浜口の好投になって、まあ、オールセーフ、バッターランナーもセカンド行ったっていうところで、ここの一番のやっぱりね問題点は京田がすぐさま三塁のベースカバーに行かなかったことが、ここで強殺のねミスを招いていると佐々木は推測します。これね、映像と合わせて見てくれると分かりやすいんでね、もし見れる人いたら見てください。ね、でそれでミスが起こってワンアウト2、3塁、そして琴野がライトへタイムリーヒット、坂倉がライトへタイムリーツーベース、矢野がセンタータイムリーヒットと、ここから3者連続のタイムリーヒットが続いて一気に 4.5 対0で、5回裏にもね、ワンアウトから琴野フォアボールで、坂倉がライト前ヒットで、ワンアウト2、3塁から矢野がねライトへタイムリーヒットを打って、6対0と、まあ、この今日のね玉村がいればね、もうこの5点でね、楽勝っていうね、ところで、まあ、この8回までヒット DeNA2 本しか打ってないからね、もう完封ペースってなったところで9回表、ね、先頭松尾がねレフト前ヒット、で梶原海老名がね、アウトになるけども、まあ、2アウト1塁、これでね、サノダ付きセンター前ヒット、で2アウト1、3塁、でここで牧のファーストファールフライを田中康介がポロンチョって落としちゃうんだよね、まあ、ベンチ前だったけどね、で落としたことによってその後牧がスリーランホームランを打って6対3、まあ、宮崎をセカンドゴロに打ち取って完投勝利になったけども、クブクリーン完封だったのに、まあ、勝ったからよかったけどね、でも完封はやっぱりピッチャーにとって多分大きいと思うのよ。そういったところでは田中康介バッと卵内に対してね完封逃し、ね、まあでも試合展開としては本当完璧だったし、まあ、DeNA としてはやっぱこのミスね、まあ、この記録に残らないのも含めてやっぱりちょっとずつの動きを、まあ、そういったところがね足かせになってくるからね、やっぱそういうしっかりしていかなきゃいけないっていうのはねやっぱあるよね。 DeNA がここまでエラーが61、一番多い阪神が62だからほぼ1位と一緒だからね、そういったところはここから A クラス狙っていくって考えると、まあ、守備のミスはねしっかりね、まあ、みんながしたくてしてるわけじゃないけど、したくてしてるわけじゃないけど、してたら上がれないからね、だからそういったところはしっかりね修正していく必要があると思います。広島6対3完勝でございます。広島対 DeNA 31日の試合2対1で広島の勝利というところで、広島先発床田7回86球8安打2三振2四球1失点、球数も少ないしクッペッチ、その後半栗林と完璧なリリーフ、DeNA 先発東6回85球5安打3三振無四球2失点、東もグッペッチ、これは負けたけど東の責任じゃない、しかし DeNA 東で負けたのが痛いというところでね、まあ広島はねこの4回ね2アウトから坂倉センター前ヒットで、菊池がセンターへねタイム、菊池がねタイムリーツーベースで1点で、矢野がねレフトへタイムリーで2点っていうね、まあ、この2点をねもう守り切ったっていう形になってるけども、まあ、DeNA はねもう1本出ないね、初回2アウトからだけども佐野牧がね連続ヒット、牧がツーベース、2アウト2、3塁チャンス作るけども宮崎がショートゴロで得点できずね、で、3回にもワンアウトからね渡来、桑原が連続ヒットになるけども佐野が4-6-3ダブルプレーね、で、ようやくね、6回2アウトからね牧がツーベース、そして宮崎のレフトへタイムリーヒットで1点返すけどもね、その後は7回ね、森のヒット、そして得点圏いくけども、2アウト2塁からね、代打海老名はフォアボールで、2アウト1、2塁から桑原がねセカンドフライでチャンス生かせず、8回も先頭佐野がねフォアボールで出て、山本がヒットへ続くけども2アウト1塁、フォードがねレフトフライで得点できず、で9回にもねピッチャー栗林ワンアウトから京田がライト前ヒット、海老名がデッドボールで、ワンアウト1塁チャンス来るけども桑原三振、関根がサードファールフライでアウト、10安打で1得点、最後の1本が出ない、広島はいいピッチャーで2点最小得点だったけども逃げ切り勝ち、カープとしては完璧な勝利、 DeNA としたらやっぱり打線がいかないとやっぱりなかなかきついよね。そして1日広島の DeNA 2対1で広島の勝利、全く同じような展開、広島先発大瀬良7回108球7安打5三振3四球1デッドボール1失点ね、その後島内勝ち投手、栗林といいリリーフ、 DeNA 先発石田5回73球5安打4三振無四球1失点、それはもう攻められない、前回よりも良かったけどね石田ね、まあ、その中で広島はね3回裏先制っていうところで、ワンアウトからね相澤がレフト前ヒットで、ここで大瀬良がスリーバント失敗、ここきっちり決めたかったよね、
しかし秋山野間が連続ヒットで2アウト満塁。ここでね、中村のショートゴロをショート森がセカンドへフィルダーチョイスで1点。だからもうあれ見とかなきゃいけないよね。だからファーストランナー野間ぐっそり素晴らしいね。だからもうあれファーストもう最初からファーストでファースト投げたアウトだってこう失点してないんちゃうかって思うけどもね。まあ、DeNA 的にはね、またも初回ね、海老名佐野が連続ヒット、牧三振するけども、宮崎フォアボール、ツーアウト満塁チャンス作るけども、山本が、ファーストファールフライね。4回にもね、先頭牧ツーベース、宮崎フォアボール、ノーアウト一塁チャンスを作って山本が送りバント。で、ワンアウト二三塁からフォードがセカンドフライ。で、森に代わって代打京田がね、敬遠されて、で、石田ね、三振っていうね。ところでこの森の代打はあのフィルダーチョイスの懲罰交代なのかなね。だからやっぱこういったところでね、もう8番敬遠なのよ。それがもう一番いいのよね。で5回にもね、先頭梶原が、ライト前ヒットで出るけども、海老名の打席で牽制タッチアウト。こういうねミスも多い。こうなってくるとねリズム感悪い。しかし6回表ね、先頭牧の、サードへ内野安打、これ小園がね、まあ、タイミング的に全然セーフだったけど、ファーストへ悪送球でノーアウトに、でここで宮崎がデッドボールでちょっと乱闘進んで、大瀬良はわざと当てないよ。てかコントロールいいよ。ね、でノーアウト1塁から山本が送りバントを決めて、ワンアウト2、3塁からフォードがレフト同点タイムリーヒット1対1。ここで8番兄弟、ワンアウト1、3塁から、これファーストゴロでね、3塁走者の宮崎がアウト。でピッチャー石田に代わって代打松尾が、ファーストファールフライで1点止まり。ここも1点、ワンアウト1、3塁強打、スクイズでもよかったかも分かんないよね。思い切ってね、もうこんな待ってても点入らないんだったらね。で7回もね、 DeNA は先頭梶原がファーストで悩んだ出るけども、ここで2番海老名がキャッ、送りバントファールフライでアウト。で佐野がサードファールフライ、牧セカンドフライで1点取れず、こういったところバントできないね。9回も先頭柴田がセンター前ヒットで出るけども、梶原海老名が続けず、で佐野がフォアボール、ツーアウト一塁チャンス作って牧がねファーストファールフライ。まあここら辺はね、あのカープの投手陣が踏ん張るけどもね。でカープは8回裏ね、先頭の馬がセンター前ヒットで代打上本が送りバントを決めて、琴野がファースト空いてるから敬遠。で坂倉三振するけども、ツーアウト一塁から菊池がね詰まりながらもサードの後ろにフワフワって上がってね、本人曰くロブショットのようなヒットっていうところで勝ち越しの、勝利打点ね。で2対1で逃げ切り勝ち。まあ、DeNA としては本当さっきねずっと言ってきたけどもね、チャンスはあるけど1本でない。そして牽制アウト、送りバント失敗っていうところでね、ミスで、繋げられないね。なかなか苦しいよね。でもカープはね、まあ、最強投手陣でしっかりね最少失点に抑えて、取るべき時に取ってね、2対1で2試合連続逃げ切り勝ちは大きかった。しかも3連勝、そして、ゲーム差はないけども首位にっていうところでね、まあ、まだまだねセリーグ面白い戦い。カープはね完璧な戦いで3連勝、 DeNA は連敗、ちょっと流れ変えていきたいね。続いて阪神対巨人、5対1で阪神の勝利というところで、阪神先発才木、6回3分の1、115球、3安打6三振、3四球、1失点。で巨人先発山崎より、5回81球、9安打3三振、1四球、1失点というところで、2週間前の火曜日とね同じマッチアップ、あの時は2対1でね巨人山崎よりの勝利でしたけども、まあ、この日はねしっかり才木が勝ち切った。まあ才木はねあの投球あもう良かったね。あの変化球もフォークばっかりに頼らずね、カーブスライダーが、25から 30% ぐらいしっかりカウント球にも使えて、で高めのね多分岡田監督からもう言ったってね、あの試合の中のあの解説で言ってたんだけども、しっかりね岡田監督高め使っていこうって言ったところを、まあ、梅野もしっかりそれを忠実にやってね、高めにしっかりストレートも投げながら低めの変化球っていうね、あのバリエーション良かったね。だからこの試合は内外の左右を使うね、この横の幅を使う山崎より対、高低を使う才木のね、うまいピッチャー同士のね違うバリエーションの投球のマッチアップはね非常に見応えあって、見てても、面白かったですけども、これねなんでねこのフォークピッチャーがねこう高低使った方がいいかっていうと、バッターは低めのフォークとか変化球振りたくないじゃんね。だから目つけをね高くするわけ。高くすると高めのボール球振っちゃうわけね。でこれを高めのボール球振りたくなかったら低くするわけ、低くすると低めの変化球振っちゃうわけ。だからこれどっちかを捨てなきゃいけないわけってなった時に、やっぱり才木は低めっていうところもなると、この低めを生かすためにね高めをねあえて目付けを高くしている、高めを投げてボール球を増やしたり、もしくはそこでカウントを稼いで低めを凝らすっていうところがね、その配球のバリエーションの中でこの高めを使う、非常にねこの高低のピッチャーでいうと有効なところで、相手のね目付きをそこにねして自分たちの得意な球をこう殺させないようにするっていう配球もねものの見事だったし、それもねかなり生きてたんじゃないのかなと。たまにいるのよね、
低めも踏んな、高め目つけしろ、でも高めも踏んな言う人いるんだよ。無理やって、そんなのは無理やって、どっちかやっぱりリスク止まらん。でも、ね、そこはねバッテリー非常に良かったと思います。その中で、ね、まあこれどうなんだろうな、もう2対1ぐらいの試合なんちゃうかと思ったけども、5回裏ね、阪神先制、先頭大山がねセンター前ヒットで、ノーアウト一塁から前川がね左中間を抜けるタイムリーツーベースで1点先制で、ここで前川がね三塁狙ってタッチアウトなんだけども、まあここ行っていいかどうなのか問題っていうのがあるけども、まあギリギリだったからね、ギリギリだったからサードもねチャレンジしてもいいんちゃう、まあ構想と暴走は紙一重って言うからね、チャレンジしてもよかったんちゃうかと思うけども、まあノーアウトやったからね、そのノーアウトって考えるとセカンド止まってもよかったんちゃうかとは思うけどもね、まあ、いくら才木がねその1打席目打ってるって言っても、まあ、ここねまたセリーグやから6番って、ね、というのもあって、セカンドで止まってもじゃあ木浪が進塁打で、ワンアウト三塁梅のワンチャン勝負になるからね、まあ、ここどうなんや、難しいよねこのセリーグの9番ピッチャー入るっていうところで、でもノーアウトだったらまだやっぱ絶対セーフになるならないと言っちゃダメだと思うし、ワンアウトだったら俺はアグレッシブに行ってもよかったかなと思うけどもね、まあギリギリだったからね、まあ、難しいよね、結果論としてはいろいろ言えるけど、でもノーアウトだったら絶対セーフならなきゃいっちゃダメだよっていうところはセオリーであるかなっていうね、ところもあります。で1点先制で6回ぐらいね、ピッチャー山崎よりから中川に交代っていうところでね、もうここで変えるんだよね、だから早かったよね、球数も81球、まだ投げれたけどね、でしかも代打で出るわけじゃなくてスパッと変えたっていうね、これは何だったんだろうっていうところはあるけどもね。でピッチャー中川に変わって、森下センター前で、佐藤が初球をライト前ヒットで、ノーアウト1、2塁から大山が初球を外からのスライダーかな、レフトスタンドでスリーランホームランを打って4対0、もうこれでもほぼゲームセットだけどね。で巨人はね、7回表にワンアウト満塁から丸のねファーストゴロの間に1点返すけども、8回裏ね、森下が、ピッチャー平内に変わったところ初球を、左中間、ホームランで5対1、ね、で巨人は4安打もう完敗だね。でこれで才木がね、しっかり、投げ切って桐敷、石井、ゲラとねしっかりリリーフがつらいで完璧な勝利だったと思います。まあこれでね、この日刊スポーツの評論でこの試合書いてるんで、あのまあネットでも見えると思うんで、細かい数字、去年との比較データっていうのもその日刊スポーツの佐々木評論に載ってますから、それ詳しいところはねぜひ読んでみてください。しかしね、オールスター前まで、打率がね2割2分5厘っていうところで低迷してた中で、ピッチャーの防御率は 2.25 とめちゃくちゃ良かった、打つことだけが問題っていうところで、7月オールスター明けチーム打率3割7分、本当に積極的に打ってね、これでオールスター明け4連勝でしょ、非常にいい形。しかもこのね、サトテル、大山、そして森下ね、これやっぱりね初球からしっかり振りに行って、しかもそれをしっかりアジャストするね、これ大事だね。初球からなんとなく打っていって、でもその前もねの評論でも言ったと思うけど、やっぱ積極的と淡泊は紙一重と同義語だからね、まあ、打ち損じたら淡泊になるし、仕留めたら積極的になるからね。でもそれはもうどっち結果は仕方ないけども、そう初球からどんどん振っていってしっかりアジャストしていく、その準備をするっていうところがね、今のタイガース打線しっかりできてるところがね、この勝利に結びついたんじゃないのかなと、まあ、一気にタイガースはね三連勝行きたいところですけども、2戦目はどうなるのか、初戦はね阪神5対1勝利完勝でございます。阪神対巨人31日の試合9対6で阪神の勝利っていうところで、巨人先発グリフィン4回89球6安打4三振5四球4失点で制球乱して自滅。阪神先発及川5回78球4安打4三振2四球2失点と、結構低めに変化球をね集めれてたっていうところが良かったかなと、思います。その中でね阪神は初回に速攻ね、1番近本レフト前ヒット、中野が送りバントを決めて森下レフト前ヒットで、ワンアウト1、3塁から佐藤が三振するけども、大山フォアボールで、ツーアウト満塁から野口押し出しフォアボールで、ツーアウト満塁から帰ってきた木浪がねセンターへタイムリーヒット、そして坂本フォアボールで、ツーアウト満塁から9番及川にレフトへタイムリーヒット、ね、でセカンドランナーね木浪が本塁タッチアウトっていうところではね、ナイス送球はありましたけども、4点一気にっていうね。しかし巨人もね、5回の表ね、ワンアウトから岸田センター前、オコエセンター前ヒットで、ここで代打大城がフォアボールで、ワンアウト満塁から及川ワイドピッチ、坂本バーッとまたの下抜けてる、もうそれは一番キャッチ恥ずかしいね、それは俺も何回もしたことあるけど恥ずかしいね、そして1点、そして、丸のねセカンドゴロの間にもう1点を取って4対2、そして6回の表にはねノーアウト1、3塁からモンテスのね内野ゴロの間に1点を取って4対3、1点差まで追い上げるけども、6回裏ね
先頭坂本センター前ヒットで、ここでね、岡田目のところで代打伊藤原ライト前ヒットで、近本三振するけども中野がねタイムリーツーベースで、森下三振するけども佐藤がタイムリーツーベースで、大山デッドボールに野口がタイムリーとね、止まらないっていうね、これもう欲しいところで最近どんどん出るんだよね、このオールスター明けね、止まらないで8対3ね。しかしジャイアンツもね、ジャイアンツも粘るんだけどね、7回表ツーアウト2塁から吉川のタイムリーで1点取って8対4。しかし7回裏すぐに、ツーアウト2、3塁から森下のねタイムリー内野安打ね、変な色ドイーンってからドイーンってね、今もう SNS ですぐ広がるからね。で森下の内野安打でね1点で9対4で、8回ねピッチャー富田先頭モンテソワボール、伊豆口セカンドフライでアウトだけども、岸田がデッドボール。で、ワンアウト2、1、2塁から、オコエのね、センター前ヒット、近本が後逸。ね。で、ここで1点入って、ワンアウト2、3塁から、門脇のショートゴロの間に1点で、まあ9対6。まあ結果ね、この9対6、3点差になるんだけども、ここね、近本もうちょっと考えた方がいいのは、まあこの時点で9対4だね。5点差あるからさ、そんなアグレッシブにさ、勝負して突っ込んでこなくてもよかったよね。もう、あそこはもうヒットで満塁でも、もうよかったんちゃうかっていうね、その後ろにやるぐらいだったらね、その勝負しに行くところじゃないから、しかも行くんだったら絶対止めなきゃいけないしね。そういったところは直感中途半端だったかなっていうところはあるけどもね、まあ阪神がね、まあ失点しながらも、及川からね、岡留、漆原、石井、富田、桐敷、ゲラとね、まあなんとかね、リリーバーをつぎ込みながら、まあ失点したけども、一気のね、ビッグイニングっていうところの連打連打はね、非常に打線的には良かった。まあ9対6ね、阪神の勝利。打線が好調ならば負けない。ね、歯車噛み合ってきた一戦でした。阪神対巨人1日の試合、9対2で阪神の勝利。この8月1日、甲子園100周年おめでとうっていうね、ところで、甲子園の思い出は2005年ね、日本一になったところが甲子園です。はい、高校時代の思い出は一切ありません。ね。しかし、巨人先発戸郷、5回94球、8安打4三振、5四球6失点。途中ね、ベンチからの方が来なくていいよとかね、もう全部がリズム感ね、とか、もう全部がなんか合ってなかったね。そういったところでもね。まあ、前にも言ったと思うけど、これやっぱ戸郷で勝たなきゃね、7勝6敗戸郷ね。やっぱジャイアンツが優勝するためにはきっちり戸郷で勝っていかなきゃいけないっていうところで、まあこれまではね、5敗してる中では平均失点2点だったから、まあこれは仕方ないかなと思ってたけども、今日は6失点、ちょっと制球定まらずっていうね、阪神先発ビズリー、6回92球、3打5三振、1球2失点。こちらは安定的なピッチング。5勝1敗、ビズリー。ね、まあその中でね、阪神は、初回にまたね2点先制、先頭近本、ライト前ヒット、中野が送りバントを決めて森下アウトになるけども、佐藤大山連続フォアボール、そして、前川がねライトへタイムリーヒットを打って2点先制、で3回の裏にも先頭森下フォアボール、佐藤アウトになるけども大山センター前、前川アウトになるけども2アウト1塁から北見はねレフトへタイムリーヒットを打って、3点で、5回表にね、巨人は岸田の内野ゴロの間に1点取るけども、5回の裏、ね、ツーアウトからサツリライト前、大山フォアボール、で、前側がライトへタイムリーヒットの木浪がレフトへタイムリーヒット、ね、7番だけど、下位打線の木浪が怖くなってきた。で、一気に6対1。しかし6回表ね、オコエのホームランで1点返すけども、すぐさま6回裏阪神ね、ピッチャー中川に変わるけども、先頭近本がフォアボール、中野送りバントを決めて、森下レフト前タイムリーヒット、佐藤がヒットで続いて、大山ショートゴロだけども、前川がセンタータイムリーで、一気に8対2。そして8回裏にもね、サステルがライトスタンドへね、ポールを巻いて、ホームランで9対2。圧勝でございます。欲しい時に1本出る、欲しい時に一発出る、ね、もうどん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 回っていく、相手ピッチャー崩れる、阪神巨人に3連勝、これは大きいね、巨人首位転落ね、っていうところではね、まあこれどうなんだろうね、まあ、まだまだセ・リーグ面白くなってきたね、こういうところ見ると。でもね、阪神やっぱりピッチャー陣がねしっかり抑えてるっていうところもあれば、ここまで打てばね、かつ打撃が好調する、好調すぎる、去年のね夏場構成8、9月7連勝また帰ってきて、一気に阪神が序盤苦しいんだけども、後半の一気の怒涛の追い込みで全部追い抜いて結果優勝するのかどうか、今後は楽しい。この3連勝が今シーズンね、あそこが一番の分岐点だったって言われるかもしれないような3連戦の3連勝でした。さあということでね、順位総評で言えばセリーグはね、広島、巨人、阪神、 DeNA、 中日、ヤクルト、
広島首位。でもゲーム差なしで巨人。そして 0.5 ゲーム差で阪神。で、ここでね、DeNA が3位まで5ゲーム差。ちょっと離れてきたね。AB クラスがね。で、中日は4位まで 2.5 ゲーム差の3位まで 7.5 ゲーム差。で、ヤクルトは5位まで 2.5 ゲーム差。そして4位まで5ゲーム差。そして3位まで10ゲーム差。ね。で、パリーグは1位ソフトバンク、ロッテ、日本ハム、楽天、オリックス、西武っていうところで、2位ロッテ10ゲーム差。ね。で、日本ハムは2位ロッテ2ゲーム差。首位12ゲーム差。楽天は3位日本ハムまで3ゲーム差。で、2位まで5ゲーム差。で、オリックスはね、ちょっと離れて3位まで8ゲーム差。ね、1位まで20ゲーム差、2位まで10ゲーム差、なかなか厳しいね。西武は5位まで 12.5 ゲーム差っていうね、ところになりましたけども、金曜日からね、巨人ヤクルトね、巨人は東京ドームに帰ってこの初戦は絶対落とせないね。まあ、ヤクルトはもうちょっとでも上に行くためにはここね、しっかり取っていかなきゃいけないね。そして横浜で DeNA 阪神。いや、DeNA 状態悪い中、絶好調の阪神との戦い。これどうなるんだろうね。ここで DeNA が阪神食ってね、ガーっていければね、また勢い盛り返してくるけども、これね、調子のいい阪神に沈められちゃうと、ちょっとね、A クラス争い黄色信号になってくるよね。そして広島対中日。ね、両チームね、勢い持って3連勝に乗ってきた。広島はね、一気に行きたい。中日でもここ思い切って3連勝していけばね、A クラス見えてくるからね。正直ね、シーズンに向けての大一番ね、この8月構成ね、一番のまず大勝負になる時かなと思いますね。で、パリーグ、西武対楽天。楽天はここね、西武にきっちり勝ち切ってね、この A クラスにね、ついていきたいっていうね、まあ西武はまあもう育成格勝負なのかっていうところでは、今できることやっていくしかない。で、オリックス対ロッテ。ね、ロッテはこれ一気にね、オリックス状態悪いから、一気にね、ここで叩いてね、連勝してから、その次の週、来週からのソフトバンク戦にかけたい。まあ、オリックスはね、ここロッテに、もう思い切って3連勝して、なんとか、ね、ついていかないと、本当にもう消化ゲームですよ、みたいな感じになるからね。これ何気にオリックスは大事。で、ソフトバンク対日本ハム。日本ハムはここで一気にね、優勝狙いしていくためにはね、この好調打線で一気に行きたい。ソフトバンクはね、まあ、ここ、もう通常通りの戦いだね。それでどこまで行けるかっていう中ではね、こうちょっと週末ね、いろんな激動のね、ある試合になって、ね、浮き沈みあるかもわかんないんでね、楽しい試合になってくると思います。皆さん楽しんでいきましょう。それではまた。